はいどうも、富山です。いや秋山さん、秋山さん自滅で負けはもったいない。いや2つのね、秋山選手のエラーでそれがね、見事に失点にね、繋がったということで、すごいね、もったいない試合でしたね。打線がね、まあそのどの道1点しか奪えなかったんで、まああのエラーがね、なくても秋山投手に勝ち投手権利を与えられたかと言われると微妙なんですけど、あのエラーからのね、失点でね、完全にその中日に流れがね、いったっていうのは変わらないんで、まあ、せっかくね、巨人がね、負けただけに、この試合はね、もったいないなと、はい、思いました。それでは、試合の方を振り返っていきます。まず、初回、近本選手が、ツーベースヒットで、いきなりね、出塁すると。今日はね、2番にヨーカー選手が入ってたんですけど、そのヨーカー選手にバントサインを出して、まあ、結果的にはね、デッドボールになったんですけど、はい、2番にヨーカー選手を置いてるっていうことで、攻撃的なオーダーを組んだと思うんですけど、まあ、そうですね、ノーアウト2塁。っていう場面でね、まあ、ヨーカー選手にバントをさせるっていうのはね、まあ悪くはね、ないとは思うんですけど、やっぱりヨーカー選手を2番に置いてる意味っていうのがね、少しなくなってしまうのかなと、はい、感じましたね。まあ今ね、梅野選手が怪我で、2番バッターがね、いなくなってしまったということで、その代わりでね、ヨーカー選手が今、2番に入ったと思うんですけど、まあ、ヨーカー選手はね、そのバントよりかはやっぱりその、打たせてね、バッティングがね、持ち味なんで、長打力もあるしね、はい。まあ、しかもノーアウト2塁だったんでね、あそこは全然出した方がね、ランナーが進む可能性が高いのかなと。はい。外野フライでもね、近本選手だったら、3塁はできるし、そういうところも考えると、やっぱりその、出した方が3塁にね、進みやすいのかなと、はい、思いました。僕ね、この回は無得点ということで、2回にもね、チャンスを作ったんですけど、阪神はね、この1、2回でね、点数を入れられなかったっていうのはね、まあ、後々に響きましたね。そして4回の裏、ツーアウト1塁で、高橋周平選手の打球を秋山選手がね、悪送球してしまって出塁を許します。そしてね、続くバッターの阿部選手に先制のスリーランホームランを、打たれます。いやこれはね、その高橋周平選手の打球をね、秋山選手がしっかり1塁に投げていれば、それでスリーアウトチェンジになったんでね、その阿部選手まで回ってこなかったんで、そこを考えるとね、このスリーランホームラン防げたスリーランだったんでね、正直もうすごく大きいですね。はい。まあ秋山投手自身もね、このスリーランっていうのはだいぶメンタル面でね、来たと思うんですけど、いやエラーからのね、ホームランっていうところでね、こうもう流れ的にも中日にね、一気に持ってかれましたね。さらに7回にも、平田選手の打球を秋山選手が再び悪送球してしまって、追加点をね、奪われてしまいます。いや、今日はもうね、このエラーにつきますね。はい、すごくね、秋山選手をしっかり押さえてただけにね、このエラーがなかったら、本当に0点だったかもしれないし、全然ね、平選手のピッチングにね、負けてないぐらいの、全然投球内容だったと思うので、いやー、本当にね、このエラーで4点失ったっていうのがね、しかし9回、阪神がね、ワンアウト2塁3塁と、チャンスを作ると、ボア選手がプレーフライを放ちました。阪神の完封負けを、阻止してくれました。なんとかね、完封負けっていうところをね、阻止してくれたんですけど、まあ、欲を言えば、欲を言えばね、ヒット絶対に出してた。続く坂本選手が、フォアボールで出塁して、ツーアウト1、3塁となって、小畑選手に変わってね、ここで代打福留選手が出てきたんですけど、まあそのマルティネス選手のね、まあ、速球に対応できるはずがなく、まあ、最後はスプリットだったんですけど、まあ、結果的に凡退したということで、はい、これでね、4対1で、中日にね、負けたんですけど、ここもね、正直その、原口選手がまだ、ベンチにいたんで、マルティネス選手の速球もあるってことを考えると、全然ね、福留選手より原口選手の方が、可能性あるんじゃないかなと、はい、思ったんですけどね。まあ、その、福留選手をね、こういうね、大事な場面、まあ、9回で、使いたくなるっていう気持ちはわかるんですけど、やっぱりその結果としてね、もう出てしまってるんでね、かなり。その、速いボールが打てないやったりとか、まあ、あとここ最近はね、その、チャンスでもあまり打ててないので、まあ、その、代打をね、その、優先順位というか、ここね、正直原口選手であれば、もしかしたら繋いでいた可能性もあるのでね、代打の優先順位というか、まあ、その次がね、ピッチャーだったんで、まあ、そこでね、まあ、原口選手を使うっていうね、多分采配だったと思うんですけど、やっぱり先にね、ツーアウトなんで、先にその確率の高いバッターがね、行った方がいいとは思うんですけどね、はい。まあ、フォアボールでね、もちろん敬遠されるっていう可能性もあるんですけど、まあ、繋がないと次にはない、次が回ってこないので、明日はね、中田健一投手が2ヶ月ぶりに先発するということで、はい。この阪神のね、まあ、先発の、まあ、5番手、6番手、っていうところがね、固まってないっていうところで、中田健一投手にはね、そのベテランの力をね、発揮した、ピッチングをね、明日、期待しています。はい。で、明日はね、巨人もね、今シーズンまだ勝ってない畑健人投手が、先発なので、もしかしたらね、また負ける可能性があるので、明日はね、ぜひ勝っておきたいですね。まあ、巨人とね、まあ、その 9.5 ゲームで、まあ、これね、8.5 ゲームに縮められたら、少しだけね、ほんの少しだけ、変わってくると思うので、はい、明日はね、勝ってね、OK です。
それでは今回はこの辺で動画を終了したいと思います。この動画を見てくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。